スティーブン・ベルフハイスは、オランダ・アペル・ドールに出身のサッカー選手。ポジションは FW。エール・ディビジア・ヤックス・はムステルダム所属。オランダ代表。ファーストネームはオランダでも実際の発音は、スティーブンである。ファミリーネームは、ベルハイスと表記されることもある。ベルフハイスは、フィテッセ、アガーブのアカデミーでフットボールをはじめ、アガーブのアマチュアでプレーしていた。数年後に、 コーフトクラスセ w s v で15歳でデビュー。スティーブン・ベルフハイスはその後、ゴーアヘッドイーグルスのユースに移り、2009年に17歳で、トゥエンテ、ヘラクレスのアカデミーへ。1年後に FC トゥエンテと2年契約を結び、リザーブチームに入った。2011年1月19日に、ヨング FC トゥエンテの選手として、トップチームにデビュー。ヘラクレス・アルメロ戦で、 オラ・ジョンとの交代での途中出場だった。2011年夏に、ベルフ・ハイスは、ヨング・ FC ・トゥエンテの選手として、プレシーズントップチームに帯同した。暫定監督、シュロイ・デルト監督に就任したコーアドリアンセによって、定期的に練習試合に出場すると、7月初めに、トップチーム昇格を果たし、それから間もなく2014年までの新契約を結んだ。7月30日、 アムステルダムワレナでアヤックスアムステルダム戦相手にヨハンクライフスハールを戦い2から1で勝利し初タイトルを獲得した。だがこの試合でベルフハイスは後半にダイブを取られて退場している。9月21日、KNVB カップの VV ザワルーワン戦で FC、トゥエンテでの初ゴールを挙げた。この試合4得点の活躍でチームは8から1で勝利した。BB、b b フェンドへのレンタル2011から12シーズン冬に、ベルフハイスの成長のためにレンタルに出した方が良いと決められ、FC20 は、ジョシュア・ジョンの獲得後に、ベルフハイスを BBB、フェンドへレンタル移籍させた。移籍決定から2日後に、スタメンでデビューし、ヘイノールと相手に2から1で勝利した。BBB フェンドでは、定期的にプレーし、プレーオフを経てのエールディビジ残留に貢献した。 BBB では20試合出場し4得点を記録、そのうち2得点はプレーオフでの得点である。2012年6月にトゥエンテから AG アルクマールへの移籍し、5年契約を結んだ。AG での3シーズンではリーグ戦70試合以上に出場、チームは10位から8位、3位へと順位を上げた。2012から13シーズンには KNVB カップを制した。 2015年7月、プレミアリーグへ昇格したワトフォード FC に移籍し、2019年までの契約を結んだ。移籍金は約650万ユーロ。しかし、シーズン早々の成績不振による監督交代で、チームのシステム、プレイスタイルが変わったことで、ほとんど出場機会を得られず、2015から16、 シーズンはリーグ戦222分の出場時間に止まった。フェーノールトへのレンタル2016から17シーズンに向けてオランダ代表の構想に残るためにも出場機会を求めていたベルフハイスはワトフォードが新シーズンもウィンガーを使わないシステムを採用することを告げられたためサラリー見学の条件を受け入れて以前から関心を示し クリエイティビティの欠如の解決策として求められたフェーエノウルトにレンタル移籍した。後に2016年夏にオランダ代表のアシスタントだったディック・アドフォカートにフェーエノウルト行きを進められていたと明かしている。加入後早くからスタメンをつかみ、前シーズンほとんどプレーできていなかったことで、シーズン途中にコンディションを確く時期もあったが、ウィンターストップ前後からホームを得ると、 重要なゴールとアシストを決めて、期待に応える活躍を見せた。4月9日の PC ズボレ戦では、早々にニカラレービハインドを背負ったチームを救う2得点を決め、ズボレとのアウェーゲームのチーム後連敗を阻止している。エールディビジ優勝に大きく貢献したウェルフハイスは、フェーノールトにとって補強の有力候補であり、本人もワトフォードに残らずに、フェーノールトに行くことを強く望んだため、 7月31日に完全遺跡が決定し、4年契約を結んだ。遺跡金は、クラブ史上2番目の額である650万ユーロと報じられた。フェーノールトでの2年目は、期待通り、シーズンスタートからトップパフォーマンスを披露し、9月は6試合で6得点1アシスト、12月も4試合で4得点1アシストの活躍でホックス2に,によって、 月間最優秀選手に、特に10月1日の AG 戦では2得点1、アシストで、フットボールインターナショナルによって、週間最優秀選手に選ばれている。2021年7月16日、アヤックスアムステルダムに移籍し、4年契約を結んだ。オランダ代表として、各年代で招集を受け、2010年には UE、UEFAU-19 欧州選手権に、 出場し、1ゴールを記録した。また、2012年には、オランダリザーブチームで、トゥーロン国際大会に出場し、日本とも対戦した。2015から16シーズンに、アリエン・ロッペンの後継者候補としてたびたびベルフハイスの名前を口にしていた、代表監督ダニー・ブリントは2016年夏の練習試合に向け、怪我人もあって、ワトフォードで、 ほとんどプレーしていなかったベルフハイスを追加でサプライズ召集した。5月27日のアイルランド戦途中出場で代表デビューで好印象を残すと6月1日のポーランド戦はスタメン出場しフィンチェンとヤンセンの先制点で初アシストを記録した。父親のフランク・ベルフハイスと共にオランダ代表出場を果たしヨハンヨルディクライフ親子。 マルティンエルヴィン、ロナルド・クーマンを親子に続いて3組目。ありがとうございます。